預言者聖誕祭ラホールパキスタン預言者聖誕祭12日をシーア派の多くは同17日を預言者聖誕の日としている。祝う対象がイスラム教のカイソムハンマドであるためにイスラム世界において広く見られる聖者聖誕祭のうちでも特に盛大かつ広い地域で行われる。犠牲祭のようにイスラム教に元々存在する祭礼ではなく ファーティマ長期のエジプトで宮廷の祭礼として始められたものを起源とすると言われる。シーア派ファーティマ朝に代わってエジプトを支配してスンナ派を復興したアイユー部長の時代にエジプトで活動するスーフィー教団の儀礼に組み込まれ王公から一般庶民まであまねくムスリムが参加する大祭礼へと変貌した。預言者聖誕祭はエジプトから神秘主義教団のネットワークに乗って イスラム世界の各地に広がり、現代では、ムハンマドの生誕日は、イスラム世界の各地で行われ、多くのイスラム教国で祝日となっているが、最も有名なものは起源であるエジプトにおける預言者、生誕祭である。生誕祭あたりより前から、スーフィー教団は、様々な儀礼を行って預言者を称え、祭りへの準備を行う。町々、村々、大都市のモスク前には、市場、 屋台、芝居小屋が立ち、砂糖菓子でできた花嫁や馬、ラクダの人形が贈答されたり、預言者を称える詩の朗読やスーフィーによるズイクルなどが行われる。生誕祭の前日から当日の夜にかけては、それぞれのスーフィー教団が教団員で大行列を組み、ムハンマドとアンラーフを称えながら行進し、祭りが終わると人々は飾られていた砂糖菓子の人形を食べる。 一方で、予言者生誕祭の開催やその祭礼の内容が、クルアンにもハディスにも依拠しない、新しいもので、また非イスラム的な起源を持つと思われるような要素を多く含むことから、予言者生誕祭を反イスラム行為と見る、幻覚論もワフハーブ派などに存在する。ヒジュラ歴の1年は354日で、グレゴリオ歴と1年に約11日の差が発生するため、 グレゴリオ歴で見ると予言者生誕祭は毎年違う日に行われるので注意が必要である。以下は予言者生誕祭のグレゴリオ歴での日付である。深夜派ではこの5日後となる。ありがとうございます。